だから今日ね、あの、投票所に行ってですね、候補者名、候補者こっち2人しかいないんですよ。出馬してる人間が。で、出馬してる人間のね、片っぽがあの、立憲民主党で片っぽが自民党というね、もう悪魔の選択ですが、ね、悪魔の選択で、しかもそのうちの1人があの、ですか、まあ、立憲がね、現職なんですけど、自民の方があの、比例でですね、復活当選やってるんですね。んで、あの、立憲の方があの、酒配ってですね、 公選法違反に指摘されてですね、大騒ぎになってる連中で、で、自民党の方はですね、移民党です、ね、移民党とも言われるぐらいに移民をですね、こう、たくさん入れるって言ってるわけですね。もうだから、どっちを選んでも地獄なんですよ。で、この二人しかいないもんだから、どっちかに投票せざるを得ないんですよね。うん、いや、だから、あの、桜井誠って書きましたよ、今日。今日、候補者名桜井誠って書いて、で、日本第一党って書いてですね、 比例区の方は。で、えー、裁判官は全員罰っていうことで、それで投票しましたけれどもね。まあもちろんね、無効票ですからね、意思表示としてね、意思表示として、まあ投票してきましたいや。どっちか選べっていうけど、どっち選んだって地獄なんだから、あんた選びようがねえじゃねえかっていうですね。で、もうこの状態になってる限り、日本にですね、 民主主義っていうものが不要だっていうことなんですよ。日本に民主主義なんてあったところで、結局はこういう形でね、悪党しか出てこないんですよね。しかも二者択一の悪党ってどういうことだよっていう。どっちがマシかとか、それは選挙じゃねえだろうというですね。まあよくね、選びようがなければマシな方を選ぶっていうけど、それは選挙じゃないんだ。私何度も言ってるんですよ。選挙というのは、 自分の一票を持って、そのね、候補者に自分の代わりに、まあ、政治を行ってもらうわけですよね。それが選挙なんですよ。だから、マシとかね、マシじゃないとか、な、んなことはないんですよ。自分のこう信じる相手に一票を投じるのは、これが選挙なんですよ。で、その選挙なんだけれども、入れる先がない。どうすりゃいいんだというですね。 いや、だからね、今回ね、選挙ね、やって、投票して、うん、本当にこの国に民主主義ってのは不要なんだなっていうのがわかりますよね。まあ、それがね、改めてこうね、実感できたっていう選挙でしたよね。で、その後ちょっと朝市行ってきたんですね。<laughs> いやね、あの、投票所まで朝市やってるんでね、今日ね、27日だから、ちょうどね、やってたんですよ。 で、なんかないかなと思ってね、行った。やっぱり結構人が出てたんですね。まあ、あの、選挙もあったしね。で、日曜日っていうこともあって、結構人がいましてね。ほんで、ちょっとね、まあ、ちょこちょこ買い物してね。まあ、ちょっと今日買いすぎちゃったんだよね。あ、う、あ、ん。<laughs> いや、朝一でね、数の子ね。円像の数の子買いましてですね。いや、これもね、じいちゃんだったね。じいちゃんがね、あの、二つ買ってくるとか言ってですね、買わせようとするんですよ。 安くするからってね。んで、あの、結局ね、1キロ、1つあの、500グラム入ってたやつなんですけども、それがね、あの、1キロで、えぇ、ー、1500円でしたよ。1キロで1500円。すんげー安いじゃん、というね。まあ、あの、もうちょっとね、これ、時間が経つとですね、まあ、こう、お正月ですよね。お正月になるともう、とにかくこう、数の子がめちゃくちゃ高くなるんですよ。 もうとてもじゃないけど、あの、こう、なんていうの ?1500 円で1キロなんて絶対に無理だっていうの分かるでしょめちゃくちゃ安いもんだから、1キロ買ったんだけれども、よくよく考えたら、あの、私1キロも食えねえやっていうですね。<laughs>